隊、急を要するミッションだ。目標は敵のレーダー施設と対空兵器。複雑な地形の中に配備されている上に雲も多い。雷雲まで近づいているとのことだ。運がないな、お前ら。おい、この作戦を立案したのはどこの大バカ野郎だ。質問は許可しない。第444航空基地飛行隊、こちらサイクロプス1。サイクロプスとスライダーの2小隊で現在7機、我々の編隊も間もなくその区域に到着する。了解した。
援してくれるのか大戦三本の悪党を。人を悪党呼ばわりでいる立場だからと笑わせるな。スペア15、スペア11、11と組んで侵害に入れ。向いて
基地へ誘導する。燃料が持たないだろう。感謝さん、基地で彼に会えるか。関わらないことだ。滑走路確認、着陸を許可する。生きて戻ってきたんだ、ヘマをするなよ。あと3000メートル、速度が速い、減速しろ。機首を下げろ、高度が高い。あと1500メートル、帰ってきた連中が敵にすげえのが現れたと言っている。そいつは恐ろしく無理も無駄もなく近づいてきて、防空戦闘ではそこそこやってのけてた連中が何人かあっけなく食われたらしい。前にじいちゃんに聞いた話を思い出す。じいちゃんが現役だった終わりの頃にもそういう敵が現れて、みるみる目の前で編隊が全滅していったという。深のいる海に投げ出されて漂流する男たちみたいに、水面下から近づいてきて気がついた時には遅い。足を加えられて水の中深く、次々と。今回の敵もそういうやつだったという。にしちゃ帰ってきたはずが多いじゃないか。よその部隊の編隊がそんな敵に食われても、こいつらは見捨てて帰ってきた。いや、なんてことだ、2、3機多い。よその機体が混ざってる。